何これ何これ何これ、うわパニック、ちょっとパニック、あーやばいやばい、あー死んだ、死ぬの。チョリンソナトの中堅ラッシュです。というわけで今日もスライムランチャー風宇宙探索ゲームやっていきたいと思います。ちょっとねなんか前回のセーブうまくセーブできてなかったみたいなんで、今回初めからやっていきたいと思います。まあそんな進んでないからいいでしょ。前回のね知識をねフル活用して今回はねガンガン進めていきたいと思ってますよ。というわけでね、まずはちょっと簡単な資源を集めに行きましょう。そうそう、これどんなゲームかというと、この地形ツールっていうのでガンガン集めてですね、アイテムをいろいろね基地を開拓していくようなゲームになってます。初めて見る方は前回の動画もちょっと見てみるとどんな感じか分かると思います。というわけで資源を探していくんですけれども、なんかないかな、あ電源があったぞ、電源が、これこうやってこうやって吸収していくんだね、チャキー、これは電源なんだよな。あんま初めのうちはね電源意味ないんだけど、混合物がいいよね、まずね混合物を探そう。あった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 ぞ、これ混合物だ、よしこれをね、やばい酸素がない酸素がない、やばいこれ酸素なくなったら死んじゃうからねガンガン集めてガンガン集めて、よしよし、こんなもんかこんなもんか、ちょっとあんま欲張ると死んじゃうから、よしよし、戻れ走れ走れ走るんだ、ずんぐりむっくりだからさちょっと足が遅いんだよ、頑張れ走れ、ジャンプもジャンプかわいいなずんぐりむっくりくん超かわいい、よしよし、さあここへ来て、あそっか樹脂がないとダメなんだな、樹脂がないと、これをねこれを伸ばしてねこうやってやるとね、ほら伸ばして樹脂があると宇宙基地を作っていけるんだけど、これをちょっと作っていきますので、まずちょっといらないものは一旦地面に置いておく、これと混合物、あソーラー作ろう、ソーラーを作って電源を蓄積できるようにすると、そうあとテーザーも作っとこうかね、テーザーってなんかね前回やったんだけど、まあなんだろう、命綱っていうかこのパイプがここに繋がってると酸素がさ切れないんだけど、この酸素をね繋げていけるやつがねあるんですよね。というわけでこれを使って探索をしていきたいと思います。ほらテーザーってやつこれつけると、あーどこまでかな、どこまで、ここまでほら命のこの綱が伸びるわけですよね、えという感じになってます。ちょっと設置がめんどくせえな一個ずつこれ設置してくるのめんどくせえんだけど、これよし、とりあえずでもこれでね3個ぐらいつけとけば結構先まで進めるんじゃないか、よしおっしゃ、今ねテーザーをつなげて進めてきたんだけど、これを見てくれみんな、ここにすごいぞ樹脂の塊だ、ほらこれで樹脂取り放題、やったー、つかこれテーザー1個作ったら何個つ、あ作れなくなった、今何個作れたんだろう、ちょっと帰り数えていこうね、よしさあ、まあでもここでほらここまで息が続くようになったから、これでガンガン樹脂が取れるぞ、ほら樹脂の塊、おいしょ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 、いいですね、これでガンガン樹脂を集めていきましょう、この塊すげえな、あ取れなくなった、次こっち、あれちょっと待って、これなかなかねこの矢印をこう刺すのが難しいです意外と、あもう取れないの、もう取れないんだ、しばらく取れなくなっちゃうのかなこれで、なるほど、まあいいや2個取ったからとりあえず1234でしょ、45678 9個作れんね、どうやらテーザーを1個作ると9個作れるみたい、はい、そしてですねここのところにこの樹脂を置いてあげるとこれがバージョンアップするわけですね、チャキーンって、ほらおい来たー、でここにさらに樹脂を2個、あやべ1個足んねダメだ、ちょっとまた集めてくる、はーい、というわけで樹脂をね集めてきましたので、これを今度こそセットするとチャキーンって、これで、ね、やっとねほら施設が出来上がるんですね、はいはい、それで、ね、前回の動画見てくださった方からコメントいただきました、この矢印ね、そうこれ押すと今プリンターってなってるけど、ほら研究所、混合物、お混合物作れんじゃん、研究所、精錬所これだ、銅が、そうだ銅が必要だったんだよ、これプリンター作るのに銅が必要で、前回銅がないって言って、でどうしようってね言ってたんだけど、この研究所、精錬所があれば作れそうだね、あと何これ増車装置、お車作れるぞみんな、ちょっとワクワクしてきたぞこれ、やったぞ、ちょっと待って、でも精錬所だな、まずは精錬所を作ろう、混合物が、2個必要です、混合物、あとは混合物、 OK これで作れる、おーいけるいける、いくぜレッツ精錬所、ほいきたー、これおっとなんか開いちゃった、おしどうだ
お電源なし。これ電源つければいいの？電源これあるよ、ほら電源これをつければいいのかな。ちょっとなんでそこハマるの？なんでそこハマるの？こっちこっちこっち、よし、車検。お見てくれみんな、電源が、ほら電源が、電源が、電源が来た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 。これどうすんの？ええそれでこれクリックしても意味ない。9違う、いい違う違う違う、どうだ、あー分かんない。 T 違う、あーテーザー置いちゃった。え、なにこれ、どうすんのどうすんのどうすんだこれ、どうしたら精錬できるんだろう。でもなんかここになんか置けそうな感じですねこれね。アイテムをちょっと置いてみましょうか。混合物、え、ここか、ここか、ここが怪しいよね。この上置けない、ここ置けないか、置けないな。ここになんかアイテムも置けるけど、これなんか決まった配列で置けば作れるとかそういう感じなのかな。電源はつけといて、どうするみんなこれわかんねえな、難しいぞこれ、どうしたらいいんだ。しかもバグってるし、なんかちょっと待ってよ、どうしようこれ。とりあえず精錬所はできたよみんな、なんかかっちょいい、かっちょいいのできた。でも使い方がわかんないぞこれ、どうすんだよ。とりあえずまあいいや、とりあえずなんか他のものを探そう。おっしゃ、とりあえずさ、なんかいろいろ集めてきたから、オーガニックとか混合物、樹脂、この辺をちょっとくっつけてみるくっつけてみるとか言って、おいしょおいしょ、どう、資源共通、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、なんか揃えた方がいいよね。オーガニックを4個つけてみよう、ここに資源だから。これでなんかどう、ダメか、なんだろうなこれ。ここでもなんか色がこう合わさってるのもなんか意味ありげだよね。なんなんだろうこれ、わかんねえな、わかんねえ、使い方がわからん、どうすればいいんだこれ。いやー謎だな、ちょっと待って、あ、今ね、なんか探索をしてたんですけど、謎の物体を発見しました。これ何？これ。ちょっと怪しすぎない？おおおおな、開いた。ああどう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 あった、何これ何これ、何これ何これ何これ、うわ、パニック、ちょっとパニック。宇宙でちょっとパニックなんだけど、これ。何なのこれ、すごい。倉庫かなんかなのこれ。宝箱的な、いや、やった。とりあえずオーガニックはいらねえから、銅もらってこう。よし、銅をもらって、よし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 、いいぞ。でも銅がもう一個必要だな。ちょっと待ってよ。一個、じゃあとりあえずプリンター作ろっか。プリンターを一個作って、そんであそこに、そうしよう。はい、戻ってきましたよ。というわけでね、一旦ちょっとこっち側にこれを拡張しよう。これを拡張して、こうか。よしよし。さあ、オッケーオッケー、これで、あ、やべ、樹脂足んねえや、樹脂1個足んねえ、ちょっと待ってよ。はい、戻ってきたぜ。オッケーオッケーオッケー、ゲットゲットゲット、樹脂ゲット、はい、できました。これでここに、おい、プリンター、これオッケー、プリンター作ろう。プリンターここにさ、1個、だから1個足んねえんだよな。どう、もう1個どっかでゲットできればプリンターが作れる。でもこれの使い方がやっぱりわからない、謎すぎる、この謎仕様。そしてちょっとバグってるバグってる。あ、ちょっと待って、これダメじゃん、届いてない、テーザー。おい、とりあえずさ、この宝箱のとこまで戻ってきたんだけど、見て、なんかあそこになんかあるね。これなんだと思う、これ草かな、ちょっと見に行く、あれなんだ。あ、ちょっと待って、これ、お、なんだ、ここ川の跡みたいな感じですね、これね、何なんでしょう。そしてこのなんか、あ、これはやっぱ草だったけど、このなんかゴツゴツしたやつ、これなんか、なんでもないのか、なんでもないんだ。なんだよ、チキショー、なんか面白いのがあったのかと思ったんだけどな。ちょっとさ、なんか洞窟かなんかねえかな。やべ、酸素がねえぞ。あ、今ね、ちょっとね、探検してたら、あ、何これ、嵐だぞ、嵐が来た。何これ、どういうこと、やばい、あー、なんか動けなくなってくぞ、これやばいな、どうしたらいいんだ、これ。うわ、すごいぞ、すごい嵐、どういうこと。ちょっと今洞窟を発見したので、あー、
かわいそうなぐらい、かわいそうなぐらい、つんぐりむっくりんがちょっと、あー、すごいことだぞ、これ。あー、やばいやばい、あー、死んだ。死ぬの嵐、なにこれ。なにこれ、どうしたらいいのこれ。でもどうにもならないんだけど、これだって外に、あ、隠れるか、この中に入れってことか。あ、ゲームを保存中、違う。ちょっと違うね。え、これをなんか隠れるためのものあんの、なんかやばいんだけど、嵐どうにもならなくない。あ、ダメージ受けてる、ほら。え、おい、どうすればいいんだよこれ。あー、死んだ。あー、ようやく収まったわ。この間何もできないんだ。今ちょっととりあえず中入ってたら大丈夫だっす、死ななかった。で、さっきね、やろうとしてたのはね、こちらなんですよ。このテザーをずーっと辿っていくと、はい、こちら、チャーリー見てください、洞窟をね、発見したんだよ。というわけで、洞窟探検をね、していこうかと思うんですけれども、今日は結構いい時間になってしまいましたね。はい、というわけでね、次回こちらの洞窟を探検していきたいと思います。ちなみにちょっとだけ中身覗いてみます。おお、うわ、なんかすごいことになってる。おわ、なんか、何あれ、何あの怪しく輝いているあれは。しかもちょっとここ高えな、高えな、どうしよう、これどうやって下ればいいんだろうねえ。というわけでね、まあ、今回はこの辺にしておきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひね、また見ていただければと思います。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。